うん、お主らが純育と各家が集めたという知者か。万博寧と申します。築城に罠の設計、防備のことならお任せください。以後お見知りおきのほど。純光達、戦術家です。ほう、我が軍には今までになかった人材のようだな。曹操殿のもとには天衣殿をはじめとし武勇に優れた方々がいらっしゃいます。しかし乱世で戦い抜くにはその力を生かす知略が必要です。各家殿、万長殿、光達殿、そして私、皆それぞれ得てとする分野は異なります。我らの地で殿の道を切り開きましょう。ふん、分かった。皆の英知期待しておるぞ。我が軍はまだ貨幣だが、才ある将と軍師が集ったことを起こすにはまずは十分と言えよ。手始めにわしはこれから刀剣を打ち、奴が領する助手を手に入れようと思う。お主らの見解を聞きたい。殿、僭越ながらお伺いします。刀剣を攻めるのは仇討ちのためでしょうか。世の者がそう受け取るならばそれでよし。だが刀剣正当の眼目はその背後にいる炎実よ。曹操殿は炎章殿と窮地の中、一方で炎章殿と対立する炎実は刀剣に近い。いずれ炎実が刀剣を動かすのは自明ですね。貨幣のまま動く無理は承知の上、しかし今この時こそが好機よ。ここで助手を抑えねばわしの理想は遠のくのだ。理想とは？世の乱れを正し、天下に新たな断りを引くこと。そのためには今この乱世を力で制さねばならん。新たな断り、助手攻めはそのための一歩なのですね。なるほど、承知いたしました。とはいえそこは小心者の刀剣です。殿が動かれれば対話の姿勢を見せるでしょう。その一方で兵を背後に回し退路を確保するはず。となれば答えは簡単ですよ。守りが薄くなるであろう側面を突く。刀剣はさぞ慌てることでしょう。ならばその想定の上で戦術を語るか。純友、考えを申してみよう。はい、ではまずは青州兵鎮圧の軍を出します。青州兵、青州で略奪を繰り返す黄金の残党が。だがそれが助手攻めとどう絡む？刀剣は曹操殿が動けば仇討ちだと思うはずです。あちらが万長殿の言う通り小心者ならば、弁明のため自ら前線へ出てくるでしょう。そこで刀剣を撃てれば上々、できずとも刀剣の動きは止められる。そうなれば別動隊が側面から攻撃します。うん、面白い。こたびはその策を取ろう。これより我が進む道は多くの地で染まろう。だがそれは乱世を早く終えるための痛みである。皆それを覚悟してわしに従ってもらいたい。行くぞ。手始めに刀剣を打ち、助手を手に入れるのだ。
ふむ、曹操の目は外に向き、内への警戒はおろそか。陣内で様子見する者らまでは見えていないようですな。なれば今こそが好機、この陳光大の名を世に轟かせましょうぞ。刀剣を打ち、徐州を我が手に収める。おのおのその際を大いに発揮せよ。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。よしも支援で上州ただの侵略者ではないか。どう取っていただいても構いません。何と言われよう、我々は戦います。全て力によってねじ伏せる、それが曹操殿のやり方なのですね。弁明に耳も貸さぬとは、上州はどうなってしまうのだろう。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。乱世を収束に導きましょう。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。支援に駆られて進行とは見損なったぞ。諸州は絶対お前たちには渡さない。ならばあなたも倒すほかありません。なんとしてもこの地を得なければ。父、申し訳ありません。無事に橋を確保できましたね。北条へ向けて兵を進めましょう。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。
お見事、見せつけてくれますな。曹操の父親を殺すつもりはなかった。そう弁明しようとした将が撃たれたらしいぞ。やっぱり曹操は許す気はねえんだ。俺はこの戦から降りるぞ。こりゃ参った。この地の攻防は戦局を左右し、私たちで守るぞ。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。あの拠点を制しましょう。皆の才があれば成し遂げられるはずです。我が波動の前に地を抑えるぞ。進め。あの拠点を制しましょう。皆の才があれば成し遂げられるはずです。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。見事だな大徳。さすがは歯を行く者よ。あの地を抑えるぞ。進め。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。あそこは敵にはもったいねえ。俺らがいただいちまおうぜ。
戦いは避けたかったが、もはや覚悟を決めねばならぬようだ。憎しみに支配され戦を起こす、そのような男に余衆は奪わせぬ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。決して何者にも抜かせはせぬぞ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。支援で助手を踏み荒らすか。そうそう、貴様のような男に負けるとは。今はどのような組織の警備だ。それでも、わしは進まねばならぬのだ。見事だな、王徳。さすがは歯を行く者よ。劉備にはちっとばかし手こずりましたが、刀剣の戦力はだいぶ削れましたな。敵の動きは万長殿や純勇殿の予測通りだった。軍師がいるとこんなにも戦がうまく進むのか。うん、我らが得た戦力は想像以上に大きい。助手が落ちるのも時間の問題。伝令ルナ、呂布です。遠州が呂布軍の攻撃を受けています。呂布め、この機に来るとはな。呂布の進行に合わせて遠州の城が次々と造反しているとのこと。加工殿様とジーク様はこの砲を受けると先行して遠州に向かわれました。造反？城を預かっていた人たちが殿を裏切ったと。嫌な予感の正体は呂布だったか。おじきは無事か。まさか今呂布が遠州に飛び込んでくるとはね。だが奴は武一辺倒の男。本来ならこの木をつかめるはずもないが。呂布が来たから造反した？怖くて降参ではなくいきなり寝返るなんて。うん、変だ。この騒ぎ何か引っかかります。うん、何者かが動いたか。徐州制圧は目前だが、こうなってはやむを得まい。急ぎ巨匠へ戻るぞ。遠州の力呂布めを打ち払うのだ。殿、大変なことになりやしたね。己が理想を通そうとすれば反発は免れえな。この先も困難は多く降りかかってこよう。ところで天衣、お主の戦ぶり見事なものよ。古の英雄アクライを彷彿とさせるわ。アクライ？なんでさ、それは。わしはただ殿を守るために戦ってるだけでさ。殿は御大将なのにどんどん前へ出られるけど、それを止めるわけにもいきません。だからわしはもう必死でさ。うん、お主がそばにいると思えばこそわしも恐れずに前へと進めるのだ。わしがいるからですかい。参った。わしはどうすりゃいいんだ。できれば殿には安全な後ろにいてほしいんですが。わしの戦いは乱世を終えるための戦いよ。共に新たな時代を切る。
そう言われちゃ。申し上げます、帝都が陥落、利権殿が討たれました。遠州の城は呂布軍にほぼ占拠された状況です。おじき、見ててくれよ、必ず仇は取るからな。残るは加工屯と純育がいる県城のみか。早く援軍を回さねばならんな。いえ、曹操殿、あの二人がいるのです。剣城はしばらく持つでしょう。うん、純勇よ、お主も同じ考えか。はい、俺も閣下殿と同意見です。先に取り戻すべきは帝都かと。よし、ならばまず帝都へ向かうぞ。帝都を奪還後、加工屯らのいる剣城を救援し、最後に牧羊にいる呂布を叩くのだ。行くぞ、呂布らの手から遠州を取り。よし、今こそ攻め時だ。者どもかかれ。守り抜くぞ。はい、加工殿、援軍が来るまで何としても耐えましょう。剣城にこもる敵を撃て。一気加勢に攻め立てろ。今こそ敵を打ち払う時。俺ども進め。今こそ敵の要所を叩く。城内の味方は全滅しました。この城の命運は私たちにかかっています。我らの攻撃を防ぎ切ったか。全軍撤退せよ。これが地中への展開の第一歩となる。皆剣城に突撃するぞ。俺が死に続け。呂布の娘か。来い、誰であろうと猛徳の邪魔はさせん。しのいだな。
ええ、ここまではなんとかといったところですね。これから呂布が出てくればさらなる策が必要になるでしょう。うん、それはお前に任せる。ガコートン殿、俺の片目などどうということはない。所詮鼻先の敵しか見えぬ目だ。お前たち軍師は戦場全体を見通せよ。その頭を目として俺は戦おう。承知しました。さて、呂布どもを返り討ちにするぞ。助かりました。ありがとうございます。これよりも私たちも攻めに転じましょう。よく地球道義もわきまえぬ獣どもめ、猛徳を妨げる輩は俺が切り捨ててくれる。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。見事だな猛徳。さすがは歯を行く者よ。私たちで守るぞ。曹操軍の皆様、ここはもはや呂布殿の城。速やかに速やかにお引き取り願いましょう。いや、裏切り者が抜け抜けと。ここは殿のもんだ。とっとと出てき。まで攻め込まれるとは。急ぎ急ぎ策を講じなければなりませぬな。策などいらん。あの程度の雑魚、この俺がひねり潰してやる。ふっはっしっふっねえい。くれてやろう。よし、俺たちの勝ちだ。いやー、牧羊を取り返せてホッとしたぜ。無事遠州を呂布の手から奪い返せた。これもカコートンと純育の働きあればこそよ。ふん、そんな言葉は無用だ。肝心の呂布には逃げられてしまったのだからな。
いえ、加工殿。この顛末を見るに肝心なのは呂布ではありません。問題は遠州各地の城が呂布に呼応して次々。曹操殿は徐州の戦いでその力を示した。でもそれだけでは天下万民には認め、はい、人々が仰ぎ見るのは力ではありません。正当性、つまりは大義が必要なのです。官室に牙を向く公金を鎮圧した時のように民を苦しむ帝を軽んじる董卓を討つべく挙兵した時のように。なるほど。正しさと強さを示せば天下万民の理解も得られるということか。申し上げます。李閣、各氏らの手から逃れた検体が洛陽で助けを求めているとのこと。都合のいい話が舞い込んできましたね。殿、ここは救援に応え帝を保護するべきかと。これほど分かりやすい正しさは他にありません。しかし帝を救うのならば急がねば。各地の諸侯も同じようなことを考えるはずです。よし、分かった。準備が整い次第楽陽に向かう。します。あ、何言ってんだ俺。なあ純優、おめえ軍師って割に全然喋らねえよな。軍師ってのは誰につっつかれなくても自分から殿にいい策を出すもんじゃねえのか。まあまあ天意殿、純優殿にも事情というものがあるんだ。昔仲間にさ、だから用心深い、軽々しい言葉は発さない。彼の徹底した慎重さは。いやでもよ、用心だって、うちの軍に仲間を裏切るやつなんていねえだろ。陳旧殿に裏切られたばかりです。痛い目を見たなら学ぶべきです。そうか、そうだったよな。なんつうかわしは悲しいぜ。おお、曹操殿、よくぞおいでくださった。陛下がお待ちかねです。先だっての董卓の騒ぎより、この方洛陽の後輩は、このまま洛陽を帝の御座所としては。うん、巨匠か。洛陽は陛下にとって思い出深い地ではあるが、背に腹は変えられぬ。すぐに陛下に奏上を。申し上げます。李閣、各地の軍が洛陽の西に展開しました。一部はすでに洛陽の市中に入り込んでいる模様です。なんと、己あの逆賊ども、恐れ多くもまたぞろ陛下を稼働化すつもりか。東将殿、ことは急を要するようですが、陛下には一刻も早く
洛陽を脱出していただきましょうぞ。猛徳、古老館方面に炎章の軍がいるぞ。先方に顔料と文集を置いているあたり、やる気を隠すつもりもないようだ。うん、わしらが帝を保護した時を見計らい、力ずくで奪う算段か。あの炎章にしては準備がいい。洛陽の西にいる李覚らの陣を破れば、迂回して巨匠へと迎えるが。満潮、南の様子はどうか。南には白亜州出身の楊鳳殿の軍勢がいます。彼は李覚の配下だったと記憶していますが、決別したのか、ここまで帝を護衛してきたようです。楊鳳殿本人についてはいい噂を聞きません。ですが、あの軍には私の古い知り合いがいます。彼の戦力を当てにできるのは大きいと思いますよ。ほう、お主の知己か。名を何という。徐光殿と言います。己の研鑽に目がない変わった御人ですが、信頼には足る人物かと。そこは私が保証します。よし、ならば満潮、お主の知己を当てにしよう。今我らの背後に李覚ら、正面に炎章、今後他にも敵が来ることが十分に考えられる。だが、かの者らに陛下を奪われるわけにはいかん。皆行くぞ。陛下を無事巨匠までお連れするのだ。陛下、宋猛徳が推参いたしました。これより我が城へお越しいただきます。道中の危険を除いてまいりますゆえ、まずは洛陽の安全な場所へお連れいたします。おお、来てくれたか。真の全てはそなたに委ねよう。頼んだぞ。馬車はもしや帝殿。止まれ、誰が乗ってるのか中を見せろ。触れ切れぬか。やむを得ぬ、倒さねばならんな。強い、俺たちじゃ太刀打ちできないか。安全は確保されたな。進軍を再開せよ。間違いねえ。おとなしく帝を置いていきやがれ。届き者め、ここで討ち取ってくれよ。ここまでか。手ぶらで帰ることになるとはな。
安全は確保されたな。進軍を再開せよ。確保された。あとは巨匠への道を開くのみよ。見事だな毛徳、さすがは。はここならば陛下の安全は守られましょう。護衛とともにこちらにお隠れください。道を開いた後にお迎えに上がります。それまでしばしご辛抱。面倒をかけるな。くれぐれもよろしく頼むぞ。帝を狙うのは各氏や炎章だけではあるまい。急ぎ我が元へお連れせねばな。守りは我らが受け抜け、決して
何者にも抜かせはせぬぞ。愛情が無意味だ。撤退しろ。申し訳ありません。驚いた。逃走軍はこれほど盛況なのか。他のは心強い護衛を得られた。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。なんと見事な戦よ。宮殿を造営しております。少しの間ご辛抱くださいますよ。よい、世話をかけるな。そうそう、真にもっと力があればこんなことにはならなかったのであろうが。しかしお前はなぜ真を助けた。董卓などにさえいいように扱われる無力な帝を。この乱世を終わらせるため、そのためには陛下のお力が必要なのです。真の今や世は諸侯が私利私欲のままに跋扈する群雄割拠の様を呈しています。誰かがそれを制し新たな断りをしかねば、この混迷は終わらぬでしょう。軍友を制し
ソーランを治めるには知略と武勇が、そして民を休んじるには陛下の意向が必要です。お前とチントで乱世を終えるというのだな。董卓に担がれて帝位についてこの方、秦は何もなすことができなかった。いや、なそうとしていなかったのかもしれぬ。だが秦にもなすべきことがあるのだな。そうそうよ、秦にできることならば喜んで協力しよう。は、ありがたきお言葉にございます。曹操は長安より救い出した帝を自らの本拠巨匠へと迎え入れた。歴史ある漢王朝の帝をいただくことで大義を得る。一方、二大派閥の一派袁術は徐々に劣勢に追いやられていた。彼は焦りのあまりとんでもない暴挙に出る。亡き孫権より奪った玉璽を手に帝を戦勝、自分こそが正当な統治者だとして諸侯に臣従を呼びかけた。だがそれは袁紹に袁術を討つ口実を与えることになる。袁紹は袁術を逆賊となじり討伐に向けて動き始めた。袁州も元の豊かさを取り戻しつつあるな。呂布の侵攻による混乱も思いのほか早く収まった。これも陛下のご意向あればこそか。確かに陛下のお力もありますが、それ以上に屯田制の効果が大きいでしょう。戦時以外、兵は畑を耕す。名案ですね、曹操殿。みんな嬉しそうに畑を耕してるぞ。毛徳、お前の評判も高まっているようだ。各地から続々と将や兵らが集まっている。今曹仁が取りまとめているところだ。そりゃすげえ、殿の立派さが天下に知れ渡ってるってことですね。それについて一つお耳に入れておくべきことが。集まった者らの中に劉備の姿があります。劉備は呂布に攻められ徐州を追われたそうです。曹操殿のもとへ来たということは剣道将来を期し、共に呂布と戦えないかと頼ってきたのでしょう。劉備か、純育。劉備は断りよりも情を尊ぶ男。曹操殿と相入れることはないでしょう。純育殿の懸念はごもっとも。ですが劉備は民から絶大な人気がある。今人心を向こうに回すのは得策ではありません。今回は各家の言を取ろう。毛徳、俺は反対だ。純育の言う通り、劉備と俺たちは相入れん。力をつける前に始末しておくべきだ。確かに劉備は刀剣につき徐州で争った。だが
奴の人を引きつける力は使いようがある。あれは才などではなく、ただの性質であろうがな。それに劉備を仲間にできれば、奴の義兄弟も我らの戦力に組み込めよう。よいな、カコートン、順位く。承知しました。殿のご判断に従います。カコートン、わしは劉備と会う。手はずを整えてくれ。わかった。お前は一度言い出したら聞かんやつだ。天衣、巨長、お前たちは劉備の連れを見張っておいてくれ。おめえら、御大将の心の広さにつけ込んで悪さしようって腹じゃねえだろうな。てめえらこそ兄者を人質にして俺たちをこき使おうってんじゃねえのか。よさぬか欲得。天衣も仲良くするだよ。待たせたな、院長。欲得、曹操殿の厚情、心から感謝します。今回お借りした兵は必ずやお返しします。では我らはこれにて。申し上げます。縁の長州殿が降伏してまいりました。ついては曹操様と直接会談をしたいと。そうか、すぐに。殿、いいんですかい、そんな簡単に相手のところに行っちまうなんて。長州とわしの戦力差は明らか。奴が降伏を選ぶのはどう。じゃあ、俺たちも支度するだ。曹操様、ちょっと待っててほしいだよ。いや、こたびはついてこずともよい。お主らのような異常夫がわしの後ろにいては、長州が怯えて話もまとまっ遠からず、わしと印象が雌雄を決する時が来る。その前に長州がすぐに降伏してくれるならば話が早い。故に今回は。曹操様一人で大丈夫だが。ああ、だな。よし、こっそりついていくか。じっと待ってるなんざわしの性に合わねえしよ。でも曹操様はついてくるなって言ってただよ。怒られないだか。わしとおめえ二人だと目立っちまうが、一人なら大丈夫だろ。じゃ、巨長よ、留守番は頼んだぜ。では曹操殿、何とぞよしなに。うん、承知した。長州殿の身の安全、このわしが保証しよう。恐悦にございます。つきましては我が配下の格が心ばかりのもてなしをさせていただきたいと。長州、貴様。殿！おお、悪来、お主なぜここに。すいません、勝手に来ちまいました。殿はわしが何としてもお守りしやす。早くこっから脱出しましょう。
己、護衛を伏せていたか。皆の者、曹操を取り囲め。絶対に逃がすな。東側の門から脱出し、巨匠へ向かう。頼りにしておるぞ。任せてください。帰って過去の旦那に叱られやしょう。どっからでもかかってきやがれ。悪雷転移の真骨頂見せてやら。ってのによ。ここが破られるのも時間の問題か。殿、早くお逃げくだされ。よし、あと一息だ。このまま押し込んでしまえ。みんな、絶対に曹操を逃すな。 お助けくださるとはありがとうございます。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。無力やの。ってのによ。
曹操め、覚悟、奴らを絶対に逃がすな。うわぁ、長子様がやられた。引け引け。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。我が波動の前に滅びよう。わしゃ負けらんねえってのによ。敵の動き読み誤られたか。援軍に期待するほかあるまいな。ここは絶対に通さん。おとなしく首を差し出してもらおう。上司を頼む。お許しくだされ。礼を果たすことができなかった。先生、門の突破に成功しました。急ぎ東側へ脱出を。これで巨匠フォーネに出られます。あと少し、みんなで脱出しましょう。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。ともどもここで葬ってくれる。我が波動の前に滅びよう。力及ばずか。あとは角度のみお任せしよう。お助けせんとして逆に窮地に陥るとは面目ありませぬ。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。さすがは曹操だが、奴を撃つには今しかない。最後の策にかけるとしようが。これからのもてなしはこれだ。迎撃部隊、曹操を狙え。としたことが情けねえ。曹操がこの結末を読んだか。悔やんでも悔やみきれ。
我が道を。誰にも邪魔はさせん。策にかけるとしようか。俺からのもてなしはこれだ。迎撃部隊早々狙え。わしとしたことが情けねえ。曹操がこの結末を読んだか。悔やんでも悔やみきれ。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。敵に勢いがある。者ども奮戦せよ。ここまで来てしまったか。さすがは曹操だ。だが奴を撃つには今しかない。最後の策にかけるとしようか。うせい。俺からのもてなしはこれだ。迎撃部隊早々狙え。わしとしたことが情けねえ。曹操がこの結末を読んだか。悔やんでも悔やみきれ。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。敵に勢いがある。者ども奮戦せよ。そうそうだ。だが奴を撃つには今しかない。最後の策にかけるとしようか。俺からのもてなしはこれだ。迎撃部隊早々狙え。
らねえってのによ。わしとしたことが情けねえ。焦燥がこの結末を読んだか。悔やんでも悔やみきれ。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。敵に勢いが。そのとも奮戦せよ。これだ。迎撃部隊早々狙え。わしとしたことが情けねえ。焦燥がこの結末を読んだか。悔やんでも悔やみきれ。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。敵に勢いがある。者ども奮戦せよ。
来てしまったか。さすがは想像だ。だが奴を撃つには今しかない。最後の策にかけるとしようか。俺からのもてなしはこれだ。迎撃部隊早々狙え。Yeah.
俺は過分か。ここであったがあんたの運だ。我が波動の前に滅びろ。俺がやられるとはね。ここで仕留めるつもりだったんだが。チョロ、出口まであともう少しでさ。このまま走り抜けてください。かくなる男の罠にはまってしまった。わしを逃がすためアクライがまだ炎上で戦っている。すでにかなりの深手を負っていた。向かったところで間に合わぬやもしれぬ。それでもわしはアクライを救いたいのだ。わかった、すぐに炎上に向かおう。お待ちください。相手は曹操殿に罠を蹴取らせなかった策士。ただ突入するのは危険です。曹操殿が戻ることも想定に入れ、さらなる策を仕掛けている可能性もあるでしょう。そうなのか。ではどうやって天衣殿を助ければ。陽動を起こして敵の目を引き、その間に敵の手の内を調べましょう。敵の軍師が何を仕掛けているのか、その大枠さえ分かれば手は打てます。よし、際は各官に任せる。なあ、急ぎ炎上へ向かうぞ。陽動部隊には敵を引きつけてもらう。その間に私たちは敵の策を探ろうか。曹操殿を追い詰めた軍師か。なんとか彼に一泡吹かせたいものだ。来る戦闘に備えるのだ。止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。あの地を抑えるぞ。進め。進軍せよ。惑わずひたすらにかけるのだ。目障りなことは潰しちまうか。お前らついてこい。進軍せよ。惑わずひたすらにかけるのだ。
まずはこの辺りの将を狙うぞ。無茶をするなよ、猛徳。敵に囲まれてしまった。この方を各角を見渡さなければならぬのに。深く敵の石膏を取り逃がしたか。策が漏れでもしたらどうすれば。進軍せよ、惑わずひたすらにかけるのだ。一時はどうなることかと思ったが、これで情報を閣下殿にお渡しできる。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。お見事でございます。活躍ですね、曹操殿。私にも戦果を分けていただきたいものです。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。私の元まで曹操軍が来ただと。バカな、そこまで強いのか。皆迎え撃て。騎馬隊の力で今度こそ曹操軍を葬るのだ。我が覇道の前に滅びよう。わしはここでしまいなのか。覚悟。さすが殿でさ、わしも両手に立てて、よかった。曹操殿は長州の降伏を受け入れていた。身の安全は保証されていたはず。それなのになぜ騙し討ちを。そう思うのが戦に勝った側の好きだ。だから利用させてもらったまで。曹操は袁紹との退治を前に焦っているだろう。だから降伏するといえばすぐに飛びついた。こっちの方があっさり行き過ぎだと思ったほどだ。それがまさかあの異常夫一人にひっくり返されるとはね。いやはやお手上げだ。確かに天衣殿の活躍で曹操殿は難を逃れた。だがもし天衣殿がいなければ、きっとこの男は核の一連の策略、敵ながら見事だ。天衣は今しがた息を引き取った。ああ、曹操殿、もう抵抗はしない。降伏でもない、降参だ。この命はもうあんたの好きにしてくれ。ならば書く。
お主には我が軍に加わってもらう。ちょっと待ってください殿。処罰もなしってことですかい。処罰が必要であるならば、まんまと罠にはまり悪来を失ったこのわしよ。軍師格の際と策を実行した長州の兵の連動、それらは称賛こそすれ罰すべきものではない。故にわしは勝者としてこの者らを欲する。格、もしやあなたはこの結末も読んでいたのかな。いやどうだかね。とにかく寛大な処置に感謝。格か、お主は陣友と共にしばらくの間格から目を離すな。わしは一刻も早く中原を抑え炎章の南下に備えなければ。次は徐州へと軍を進め可否を制する。敵はあの呂布となる。天意ごめんな、おいらが一緒に行ってればこんなことにはならなかったかもしれねえのに。巨女よ、そう自分を責めるな。お主は命令を忠実に守ったに過ぎん。悪いのは全てわしよ。覚悟を、仇を仲間とすることを悪来は良しとしてくれるだろうか。曹操様、天意は恨み事を言うようなやつではない。猛徳、それは誰よりもお前が知っているだろう。そうそう、きっと殿らしいって笑ってますぜ。まあとはいえちっと寂しいでしょうな。殿、天意に一献傾けましょうや。ああ、今夜だけは天意の死を悼みたい。曹操殿、急な訪問失礼いたす。我が兄劉玄徳がよる勝敗が呂布の軍勢に包囲され申した。どうか呂布を撃退するための兵をお貸し願いたい。ふん、呂布めまたぞろ動き出したか。可否にこもっていればいいものを。呂布の討伐は我らにも利がある。だが今動けば劉表に後輩をつかれるやもしれぬ。純友、お主の意見を聞かせよ。今盛んに動いているのは呂布のみ。こうする勢力はありません。演術などと組む前に呂布を撃つべきでしょう。だが城攻めとなれば時がかかろう。その間に他の奴らが動き出せば厄介だぞ。ならばこういう策はどうでしょう。義水と汜水、可否を流れる2つの川を氾濫させ城を濁流で洗い流すのです。上策です。可否は城内にそれらの川を引き入れています。水門に手を加えればすぐに水は暴れるでしょう。よし、わかった。この戦拙者は一足先に勝敗へ戻らせていただく。ごめん。呂布の包囲を破りここへ来るだけでも至難であったろう。だが再びその包囲に飛び込み主のもとへ帰るか。
己の義のために無双の武を振るう、まさに軍神よな。ふん、奴のそういったありようが結果として呂布をのさばらせたのであろう。辛辣だな、加工と。だがわしならばあの男をうまく扱える。そうは思わぬか？まだそんなことを考えているのか。奴は劉備の下を離れぬ、そう言ったろ。そうであったな。だが関羽という男、可否城は水攻めで落とすが上策。閣下殿と俺で必ず成功させます。水攻めか。さすが閣下と淳勇よ。みな、この戦にて呂布らを打ち果たすぞ。呂布殿、ここは策にて敵を押し返しましょう。雑魚どもを蹴散らすのに策などいらん。俺が片っ端から踏み潰してやる。ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。よし、直ちに守備配置につけ、さらに戦闘に備えるのだ。狙いは水門、水攻めか。そのような策は看過できぬ。策を阻もうとは困ったものだ。早く先へ進まねばならない。この趙軍軍がお相手しよう。見事なお手並み。ならばこの私も全力でお相手いたす。全力の苦労もしぎとけるとは。お見事、私は貴公らに下ろう。素晴らしいご活躍ですね、曹操殿。私にも戦果を分けていただきたいものです。
ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。水門を壊し、火器を水に沈める気か。張良がこっち証拠、貴様らの隙にはさせん。これは呂布を確実に仕留めるための意図。こちらが何者であり邪魔はさせません。これでは張良の子として発せがないわ。水門破壊完了です。わかりました。以上でこちらの任務は完了です。うわあ！水だ！水が城内に！つまらん真似を。防壁から外の敵をいたおせ。ああ、水、水とは考えが及ばなんだ。急ぎ各部隊を再建せねばなりますまい。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。素晴らしいご活躍。曹操殿、私にも戦果を分けていただきたいものです。よし、ここで防御体制を取るのだ。会場への移動を開始。前線の味方と合流し呂布を撃ちます。この火器が我が果てか。王のもとに志を散らすと、なんと無念。万事上主、あなたのおかげです。我が波動の前に。さすがです。離せ、雑魚どもが。この両方線に縄を打つなど許さんぞ。この学問を頼む。地を軽んじた呂布、それが王子の範囲だ。それが軍略というものだ、呂布。部に任せ、暴れるだけのお前とはわしには勝てん。
ならばお前が言うその軍略と俺の部が合わさればどうだ。ほう、我が軍曹操殿、こたびの救援感謝いたします。わしにとって呂布を討つ好機だったまで。そうであった。頼むよ、わしはお主を我が将として迎え。過分なお言葉痛み入る。されど拙者の部は兄龍玄徳と毛徳、関羽に執着するな。奴は俺たちとは、いや、そう切って捨てることもないかな。一時的にでもその力は利用できるはずだ。曹操殿、袁紹は間もなく公孫さんを滅ぼすでしょう。そうなれば南進は時間の問題です。劉備の、実質的には関羽と張飛ですか、彼らを使えるうちに袁術を打つべきだ。閣下の言う通り、家屋の決着が近い今、中原の平定は急。打てる手は全て打ち、袁紹との決戦に備えるのだ。袁術が帝を斉唱し北上を開始しました。袁術が動いたか。相手をすれば袁紹に背を向けることになるが、のさばらせても受けぬ。迅速に叩くぞ。曹操殿、ならばここは私たちも出陣しましょう。可否での運を今こそ開始したい。それに帝を斉唱する逆賊は許してはおけません。それは魅力的な提案だね。曹操殿、ここはぜひ劉備殿のお力を頼むべきかと。噂では武門で名高い孫家の当主孫策も袁術の傘下から抜けたいと考えているようです。かの者も味方につけてはいかがでしょう。よし、司祭は閣下と淳育二人に任せる。袁術討伐の手はずを整えよ。帝を斉唱する袁術を討つ。全軍進め。